トーネードはイギリスで設計された超高速で搬送する二人乗りの固まらんヨット。建造当初よりオリンピック正式定として採用されることを目標とし、1966年秋、イギリスでロドニーマーュ等により設計され、翌年ロンドン郊外エセックスシューブライトリングシーにあるリジ・ホワイトの造船所で初めて作られた。フォーミューラークラスとして、 有名な B クラスカタマランの決闘を受け継ぎ、一切の妥協を排した停滞と偽装から生まれる、卓越した性能は、オリンピック停止選考会において、競合他庭を全く寄せ付けず、1976年、モントリオール大会からの正式停採用が決まった。設計当初は、オーバーラップジップ、ピントップメインの2枚、セール、1人をトラピーズのみ、装着のシンプルな偽装であったが、 戦鋭的装備を備えた縦手の増加に伴い、2000年偽装を改め、スピンメーカーの追加、ジブセールの縮小とセルフタッキング化、メインセールのスクエアートップ採用による面積拡大化及び二人用トラピーズの採用に至った。世界中で重要者がライセンス生産を行い現在までに6000体程度が生産されているが、 半数以上は、モントリオールオリンピック前後の70年代に、浸水している。イギリスのホワイト造船所及び数電の、セールセンター社の2社で大多数の製造を行っており、日本では、静岡県御殿場市にある、GH クラフト社が数定の製造実績を持っている。亭主としての厳密な単一規格はなく、スタンダード内での多少のアレンジが許容されたび装を持つが、 国際トーネード協会による計測のもと毎年白熱した世界選手権が行われている。また2008年北京大会を最後にオリンピックの正式競技種目からの脱退も決定されている。木製または FRP 製のカヌー状の細い船体を前後のアルミビーム材により連結し中央部に布を貼ったもの。船体自体は左右対称型で中央部にセンターボード。 ビブに舵を持つ。トーネード以外の塊ランテは組み立てたままでの自動車運送を考慮して、全幅2.5メートル以内に設計建造をされているが、トーネードは停体アスペクト比2.0を保ち、全長を20フィート、全幅10フィートとしている。ディンギーヨットとしては巨大で縦手の2倍程度の大きさがあるため操船、維持管理とも容易ではない。アルミまたは、 炭素繊維製の回転式を装着。メインセール前園の空力特性の向上と、自在なセールカーブのコントロールを可能としている。ポリエステルまたは、ペンテックスラミネート製。メインジブ合計で22平方メートルの巨大な、面積。10から3本程度のバテンが、通りセール形状のコントロールを容易にしている。メインセールの下場をブームに入れない、オープンフット式としている。 ハリアードロープの伸びとマストの変曲を嫌い、メインジブともに最上部で固定する方式が多い。その結果確定複雑な構造を取りがちで、トラブルが多い。カラフルなナイロン製。アビームからダウンウィンドの走りに用いる。マスト根元から中央全部に突き出され、先端にジェネーカーが取り付く。多くの場合ジェネーカー収納袋と併設され、スナッファーと呼ばれる。アネミ製。 酸素繊維性。巨大なセールは大きな推進力を生むと同時に体を風もに傾ける力が発生する。傾きすぎると体が転覆してしまうため、強風時に乗組員は二人ともマスト途中から下がったワイヤーに体をぶら下げて重心を風上外側に保つ。これをトラピーズという。固まらんは風が強くなり、手の傾き大きくなると風上の春が 水面から離れて浮き上がり、風下の船体一本で搬送するようになる。この時水面から受ける抵抗は、半分に減っているため、さらなる高速搬送が可能となり、飛ぶように走ることとなる。蒸気で示したように軽い停滞、巨大で効率の良いセールそして、水面抵抗の少ない船型は、超高速搬送を可能としている。波がなく、 一定の強風が吹き続けるような条件が整えば、その搬送スピードは30ノットに達する。1980年代から始まった、我が国のトーネードセーリングシーンは1988年の韓国ソウルオリンピックで頂点を迎えた。隣国での開催ということもあり、選抜レースを経ての選手参加であり、小川、田村組が参加した。その後活動する定数は徐々に減少し、 1990年代後半には、東京湾を挟んで、東岸千葉市稲毛ヨットハーバーと、西岸神奈川県三浦海岸の2フリートが、活動していたが2000年代に入ると、稲毛フリートだけとなって、現在に至っている。1994から2010イヤー、ブックオブインターナショナルトルネードアソシエーション。ありがとうございます。